はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、将棋をやっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。相手見つかりましたね。よろしくお願いします。さあ、対局開始。相手から始まる。とりあえず角を動かせるようにしてみましょう。これ一旦角で守って、ここで角見せてくるんだったらちょっとトレードは拒否していこうか。さあ、そしてここからどうしようかだけど、まあ一旦銀前に出していこう。相手も銀出してくる。これはどうするべきだちょっとわからんな。まあ一応トビちゃんで受け止めていくのかな。どうなんだろう。まあ一応トビちゃんこっちに行ってみようか。お、向かい飛車。向かい飛車。端っこつついてきた。んじゃあ端っこ、そうね、まあつつかれないように合わせておきますか。まあでもこれ銀がいるから突破されちゃう可能性は全然あるんだよな、きっと。さてさて、これどうしよう。前から圧迫されて押しつぶされちゃうとどうなってんだこれ。こうつついてくる。取ると銀で取られて、あれ、これなんか角逃がす。いやでも微妙だな。これ今トレードしてくれるんだったらトレードもありなのかな。ちょっとなんか上から勢いよく押しつぶされると間に合わないような気がする。ちょ、一回様子見よう。トレードしてもいいかいみたいな。相手からトレードしてくるのであれば、まあケイちゃんで取って、でそこをつついてくる。これ無視して角でトビちゃん狙っちゃう方がいいんじゃないの。だったらどっちかしか防げないはずなので、まあトビちゃん、うわっと、そうか、ん、ああでもそうか、確かにこれはトビちゃんゲットすると馬になったよって言われちゃうのか。なるほどな。ってことは交換になるね。いまいちだったか。金を先上がっとくんだったのかな。どうだろう、トレードを仕掛ける前に。いやでもそれだと間に合わなかったよな。まあ、やむを得ないか。トレードしましょう。はい。あれ、これもう一回やったら次は、まあでもあれか、裏返れないのか、それをやった場合は。まあでもしょうがないね。ちょっともう一回角で狙ってみましょう。で、今度はまあ、銀バックとかで守られるととりあえずポー取るぐらいしかないから、そういう展開になるのかな。あ、そっち避ける。あれでもそれはさ、一回裏返しちゃうはありなんじゃないの。なんか見落としてる。これは銀で取りましょう。はい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 。まずいじゃん。ちょっと待って。まあまあまあ、でもここ
ここは金で上がっておけば OK か。こっちかな。さあそして、あー銀で、ああそうか、ポはこの列にしか置けないのか。なんてやつだ。こっちか、じゃあ。え、違うな。ちょっとわかんねえ。ん？いや、でもこっち置いとかないとまずいか？やべえ、わかんねえ。ちょっと待って、金の裏もなくはない気がしたんだけど。あ、間違えてる。あ、やっちゃった。バカタレだなこれは。しゃあない、しゃあないけど、ドラゴンできちゃった。しまった、めちゃめちゃミスった。5分。いやー、あれやばい、ちょっと待って、めちゃめちゃミスった。トレードはしてこないでしょ。そっち入ってくる。あれ、でもトビちゃん降りるとまずいのか。銀で蓋するしかなさそう。あ、でも金でやられるか。あ、ケイちゃん、いや、わかんねえ、なんか終わりそう。待ってくれ、急に終わりそう。こっちに避ける。でも金を行ってこられたら取れない。あ、まずいね。え、これダメだな。置いてこられたら、うわうわうわ、どうしよう。ちょっとなんて、こっち逃げるしかない。これでも金置いてきそうだよね。金置かれて、ケイちゃんのところに金置かれて、タマちゃん逃げるのか単独で。いや、崩壊してる。え、何？いや、それはそれで謎なんだけど、ちょっと待って、今何？接続不良みたいの出てた？なんか全然気づかなかったんだけど。でもこれ負けてたな。マジか。まあでもしょうがないか。ちょっと、気持ち的には2連敗ですね。うわぁ。あれどうすればよかった？角。あ、だから、トビちゃん裏返って飛び込まれた。いや、だから銀。だから、あれか。カオルちゃん金の前に置いたのがおかしいな。あれ、桂の裏とかに置かなきゃいけないのか。一番下の段というか。それでも、なんかやられてそうな気がしたけどね。
まあもう一回いけるので、まあ続けて取ろうと思いますが、ちょっと気持ち的にはね、2連敗なんで、気を引き締めていきましょう。はい、ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ、ほい。